はい、どうも皆さん、おはこんばんちわわ、大高実況の大ちゃんです。本日はこちらのゲームをやっていきたいと思います。今どき言葉検定ということで、まあよくネットスラングとかね、言われるかもしれないけど、なんか若い人とかがね使ってる今どきの、まあ、略語、まあそれこそ今どき言葉っていうんだけど、それを問題形式で、まとめてありますので、まあ僕正直ね、まあ見た目は30代ですけど中身は中学生なんでとても若いんで、簡単に解けると思いますんで、それではやっていきましょう。第1問、メンディーってどういう意味？メンディー、これはまあ、メンディー、まあ肌が黒い、でもそんなんでいいの？肌が黒い、まあなんか差別用語みたいでやだな、このメンディごめんなさいメンディーさん、ごめんなさい、違いましたどういうこと本当ごめんなさい。なんだメンディー、メンディー、めんどくさいか。あー、よかったよかったよかった。もうびっくりした。それ肌が黒いなんて、そんなね、ひどい、もうこれ問題が悪いよね。問題とか回答が悪いよ。回答が、俺は初めからねそんなこと思ってなかったですはい、まんじってどういう意味？まんじって意味あるのなんか俺聞いた話によると、まんじって意味ないって聞いたんだけどな。なんだろう、マジマジマジじゃね？え、嘘、さっきの問題の傾向だと、まんじ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 まじみたいな。え、何？じゃあすごいか。え、違うの？え、なん、どういうことこれ、意味わからん。仲間との絆？あ、そうなの？まんじの意味は仲間との絆です。他にも調子に乗ってる意味で使われることはありますが、特に深い意味はなく、あ、まあそうそうそう、使うという人もいます。そういう意味があるんだ。いや、これ知らなかった、本当に勉強になる。あーねってどういう意味？まあこれは簡単じゃん。あー、なるほど、ねだよ。オッケーオッケーオッケー。これ結構普通に使うよね、あーねって。ああね、ああなるほどねという意味です。深く意見に同意するというか、軽く相槌を打つ感覚で使用します。実はもともと九州地方の、あれだったとか、なかったとか、え、俺、九州の出身なの？俺、コリン星から来たの。鳥間ってどういう意味？鳥、これはもう、あれですよ、鳥山明。そうそうそう。鳥山明大先生を鳥間なんていう人、俺、もう、そんな人いないです。はい。トリマ。とりあえず、まあですね、これ。結構これ使えますもんね。俺も使えますよ。トリマー、スカイラークいかないみたいな。トリマー、バーミヤンいかないとか。ね。スカイラーク推し。カマチョってどういう意味？あ、これはね、もう、僕自身がもう、カマチョなんで。皆さんご存知だと思うけど、かまってほっちぎ、オッケー恥ずかしいわ。それなってどういう意味？あのね、俺この言葉世界で一番嫌いこれね、そうだねって、そうだ、それなってそれなって意味なんだよな。それなはそうだね、確かにっていう意味ですっていう。これね、本当にね、 LINE とかでさ、なんとかなんとかいいよね、それな、なんとかだよね、それな、うるせえよごめんなさいごめんなさい感情的なごめんなさいね。夢川ってどういう意味？え、何これ、
夢で見たかは夕飯が川魚いいじゃん、夕飯が川魚なかなか使う場面限られてくるけど、夢のように、あ、これは夢のように可愛いだな、なんか使いそうだわ、ほんと今時の子がとりあえず略そうみたいな、使いそう。魚ってどういう意味？あ、これは分かりますよ、これ結構簡単ですね。坂本龍馬、嘘です、了解りょ、これはなんかネットとかでもよ、これよく使うからさ、りょ、りょっつって、いてらとか、りょとか、そういう略語は好きです。はい、しょんどいってどういう意味？まあ難しいな、正直しんどいっぽいけど、はい、あ、やっぱりしょんどいは正直しんどい略語です。子供の癖的にはふざけてると息が抜ける感じがして、どう見ても全くしんどそうに見えないのですが、実はしんどいんです。しんどいっていうじゃあふざけんじゃねえよ。豚切りってどういう意味？ダイエットする、大きく分ける、肉を厚切りにする話の、あ、これじゃね、話の流れをぶった切る。おお、話変わるけどさーんつって、豚切りは主に雰囲気や話の流れをぶった切るという意味で使われます。ネット掲示板2チャンネルなどで使われるようになり広まっているんです。俺結構2チャン見るけど初めてなんですけど、これ本当に、これ大丈夫か、この情報。アチュラチュってどういう意味？まあ俺なんかいいね、今まで出てきた問題の中で一番好きかもしれない、この言葉熱い関係じゃない多分。よし、やっぱりね、あちらちゅうの意味は熱い関係です。恋人同士の仲の良さがラブラブや熱々よりもさらに上の時に使われます。あちゅらちゅ、へー、死ね。ヤグルってどういう意味？どういうこと？ヤグルヤクルトを配るではないとやさぐれるか。お、違うんか、ヤグル、なんだろう、浮気現場を目撃される。おお、どういうこと？ヤグルの意味は浮気現場を目撃されるです。ヤグは不倫現場を夫に見られてしまった元モーム、あありましたね、そんなことも。いやー懐かしいな。いやでも本当このゲームとても勉強になりますね、本当今時のこの気持ちがちょっと分かったような気がします。まあ皆さん気づいた方もいらっしゃると思うんですけど、この今時言葉っていうアプリ、なんとリリースされたのが2年前です全然今時じゃねえ